お元気ですか、ボクシミでございます。今回はプロ野球カード総集編4回目でございます。4回目は直筆サインカード以外の限定カードでございます。実はですね、直筆サインカード以外にもですね、こういった限定カードがございます。それではね、紹介したいと思います。全部で6冊ございます。まずは1冊目でございます。こちらがね、ファイターズ編でございます。すでにね、上げてるのもありますが、その辺はご了承ください。こういったね、ノーマルカードにこういった白サインや、ちょっとね、遊び心を入れた、カードでございます。ね、ファイターズだけでもね、こんなに、たくさん、用意しました。他のチームに行った選手もいれば、引退された選手もいらっしゃいます。こういう風にね、これファイターズのチアリーダーですが、このように敵の、ね、写真もございます。こちらがね、ダルビッシュ有選手の白サインでございます。でこっちからね、ここからはソフトバンクホークスでございます。南海ホークスや大英ホークスも含まれております。でこちらがね、南海ホークスのねユニフォームでございます。懐かしい方もねいらっしゃると思います。でここからね、埼玉西武ライオンズ編でございます。はい、1冊目が終わりました。次2冊目でございます。はい、続けていきます。2冊目でございます。はい、埼玉西武ライオンズ編の続きでございます。で、一つ言い忘れましたが、今回ね、こちら、夏仕様でございます。で、グローブを変えてみました。ので、よろしくお願いいたします。こちらね、懐かしい、ね、西武ライオンズのね、ユニフォームでございます。ね、確か、帽子がですね、ライオンズのジャングル耐久レオのね、マークが、ね、載ってたと思います。で、こちらがね、千葉ロッテマリーンズ編でございます。で、小宮山本投手はですね、なんと同じカードをね、2枚引いてしまいました。で、こちらがね、レオン・リー選手でございます。懐かしいね、方もね、いらっしゃると思います。で、ここからですね、オリックス・バファローズ編でございます。阪急ブレーブスやオリックス・ブルーウェーブ、近鉄・バファローズもね、含まれております。
こちらね、確か阪急ブレーブスのね、ユニフォームだと思います。で、こっちからね、楽天イーグルス編でございます。はい、ちょっとね、ずれましたけどね、2冊目が終わりました。次、3冊目いきたいと思います。はい、楽天イーグルスの続きでございます。手袋がね、ちょっとね、ちょっと潰れやすいのでね、その辺は、ご了承ください。で、ここからね、読売ジャイアンツ編でございます。こちらね、ジャイアンツのチアリーダーでございます。で、チェキでございます。で、途中からですが、こっちからですね、阪神タイガース編に、変わります。はい、失礼しました。で、3冊目が終わりました。次、4冊目いきたいと思います。はい、4冊目いきたいと思います。阪神タイガースのね、鈴木でございまして、ここからね、広島東洋カープ編に変わります。ちょっとね、ビデオカメラがね、ちょっと映ってしまってますが、その辺はご了承ください。はい、ここからね、横浜 DeNA ベイターズ編に変わります。で、太陽ホエールズ時代の方もね、含まれております。
はい、4冊目が終わりました。次5冊目いきたいと思います。次5冊目いきたいと思います。はい、ここからですね、ヤクルトスワローズ編でございます。正式にはね、東京ヤクルトスワローズ、もちろんね、ヤクルトスワローズ編の方も入っております。こっちからね、中日ドラゴンズ編に変わります。こっちがね、イーグルスとジャイアンツのね、コンビのカードでございまして、こっからですね、プロ野球カード以外のね、選手の、限定カードでございます。こちらがね、シーマ選手でございます。はい、こっからね、体操選手に変わります。で、こちらがね、始球式カードでございます。で、こちらね、バレーボール選手でございます。で、地球式カードの続きに、これはソフトボールの選手で、女子プロレスラーや、女子プロ野球選手、女子サッカー選手、バスケ選手、サッカー選手が入っております。はい、5冊目以上でございます。次ラストの6冊目いきたいと思います。
では最後の6冊目いきたいと思います。で、ここからもね続きでございます。レスリング選手や競馬のジョッキー選手で始球式カードでございます。で、カーリング選手でございまして、競馬のジョッキー、これはラグビーの選手に始球式カードでございます。で、始球式カードに、これはフィギュアスケート選手に、ジョッキー、競馬のジョッキー選手や、これはアイスホッケー選手に、スキーのジャンプ選手でございます。はい。今のところは以上でございます。で、次はですね、ユニフォームカードや、バットカードなどの、カードを紹介したいと思います。で、近日はですね、BBM の2024年度版の、ヤクルトスワローズ編とオリックスバファローズ編を予定しておりますので、ファンの方はぜひ見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。